本日のゲストは佐藤大輔選手です。よろしくお願いします。いや、お前じゃないやろ。あ、すみません。中俊デイ。見てくれてる。見てくれてる。ヘビーユーザー大輔。嬉しいですね。さすがにインドネシアから見てるよ。ありがとう、ありがとう。今日のお店を紹介してください。はい、本日のお店はですね、いつもありがとうございます。確かにお肉屋さんが君に焼いてあげるというお店ですね。朝霞にある焼肉ととんかつが売りのお店です。近くに通ったら来てください。ちょっとすいません、食べながらになっちゃうかもしれないんですが、いろいろ聞いていきたいと思います。まず大輔の経歴からちょっと説明させていただくと、まずもう小学校からの仲なんですよ。埼玉県トレセンでまず出会って、そこから一緒に浦和のジュニアユースに入って、ユースに入ってっていう感じ でその後大は仙台大学に行ったんだよね、東北のね。1年間だけ、プレーして、で大輔はフィリピンのハーフなんだけど、フィリピンに行って、でそこからルーマニアで、デンマークで1回ルーマニアもう1回戻って、タイ、現在インドネシアでやってます。すごいな。すごいよ。ルーマニア一部とデンマーク一部って相当レベル高いから。そうだし。しかもなんと現役のフィリピン代表選手です。国籍をフィリピンに取得してるってことなんですよ。たまにそれこそ猫ひろしがカンボジア国籍取得してカンボジア代表になったじゃないですか。まああれはこっちの方なんですけども。まずフィリピン代表だったらあれだよね、タビーナス・デファーソン選手一緒にやってるんだよね。そう大学1年の時にその仙台大を辞めてフィリピンに行った、でなんかどうやってフィリピン代表になったのかっていうのとかちょっと聞きたいわ。大学1年の時にガンになったんだよね、お父さんがね。でそれでもう働けないみたいな感じになって、学校どうするみたいな感じになって、あ、いいよ、そしたらもう自分で稼ぐからって言って、でそこからもうサッカーしかないじゃん、そう、もう自分で。でそれでなんか探してて、一人なんかエージェントみたいな人がいて、そのフィリピン代表のボスとつながってるみたいな、すげえ興味持ってくれて、今すぐ行こうみたいな感じになって行ったんだ。行った行った。フィリピンのハーフだからそういう話が来たわけでしょ。そうね、そうだね。でフィリピンの国籍に変えるってこと？いやいや、あの二重国籍あっちは普通にありだから、日本はなしだけど、だから普通に今もあの2つ一応持ってる。ああ、そういうことね。そう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 。行っていきなりフィリピン代表になったので、3ヶ月ぐらいそこでプレーしてもう代表だったね。やっぱフィリピンと日本だったらさ、めっちゃ日本のがサッカーは正直強いじゃん、で日本で育った大輔、しかも浦和ユース、フィリピンのサッカー選手に比べたらもうめちゃくちゃ上手くて、もう使える。なるほど、ね、そう、確かにね。そう、今ねフィリピン代表は大みたいな選手がもうドイツとフィリピンのハーフとか基本ハーフ、ね、基本ハーフ、もう純粋なフィリピン人は一人もいないぐらい、ね。ドイツが結構多くて、あとはイギリス、デンマーク、オランダ、あとイタリアとかもいるし、だから徐々にどんどんレベルが上がってきて、だってさ、日本のさヴィッセルとかにいて、東福岡の増山、そうね、増山選手もハーフらしくて、フィリピンだよ。実を言うと、あの監督から連れてきてって言われて、ずっと連絡取ってて、こう言ってんだけど来てくれないみたいな、まあ、まだあの、まあ、次の機会でっていう話だったけど。そう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 。でフィリピンのチームで活躍をして、そっからルーマニアでしょ。そう、フィリピンからルーマニア一部ってすごない？なんか J で言ったらさ、どんぐらいのステップアップなの？J1 から宇宙ステップアップいかついな。まだ酸素ないんや。ステップアップの前にこれがいるんや、まず。いや待って、でもマジでフィリピンリーグから行ったことある人いるくらいでしょ。そうね、県リーグとかから J2J1 とか、ホントそう、ね、めちゃくちゃいい例え。それを言ってほしかったのに、宇宙だったから。それはあれ、あの代表歴とかついて試合とかでちゃんと活躍したから行けたみたいな感じは、まあ、代表のが結構大きいけど、最初はトライアウトじゃないけど2週間キャンプに参加して、そこで、まあ、あの認めてもらってじゃないけど、なるほどね、契約して、じゃあ、まあ、勝ち取ったみたいな。そう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 、本当そう。ルーマニアなんて面白い話とかある？やっぱさ、アジア人が舐められるじゃないけど、最初はそういう感じはあったね。ああ、そうなんだね。そこをまずどうやって、ね、そうリスペクトをもらえるかっていうのは、俺の中でリスペクトをするとそれが弱みだと囚われるじゃないけど、なるほどなるほど。だからリスペクトはそれこそ一回練習で一番上のやつをがっつり削って、で、あ、こいつやれるんだなっていうのでリスペクトされるのは、そっちね。そう、かっけえ。で、本当そう。俺がじゃあリズム削りに行けばいいのか。いや、そういうこと。直でやったらあかんよ。ルーマニアのレベルはどんな感じ？
ルーマニアのレベル結構高かった。あ、そうそう、ルーマニアからセリエ A とか行くといるし、ね、スペイン の, あの一部とかもラリーガーとかもいるし、ね、まあでもそこでもしっかり試合に出て、でデンマーク、そうね、デンマーク一部は結構いかついよ。ルーマニアよりもまたステップアップさせたんですね。ステップアップね。そうどこだ有名なの、コペンハーゲンとか。コペンハーゲン、そうそう、コペンハーゲンだね。あの時に実はデンマーク行く前にスペインの2部からコルドバっていうチームからあのちょっと興味を持ってもらってて、デンマーク本当は俺行きたくなかったんだよね、気持ち的に。でそれでその時にあの一緒にやってもらってたエージェントの人が頼むから行ってくれみたいな、とりあえずじゃあ施設だけ見に行こうってなって、施設見に行って、お練習ピッチ6面とかバーで、それでプールだのサウナだのなんでも全部揃ってて、やばいじゃんここを見てなるじゃん。オフィス行って、まあ契約書はもう置いてあるんでね、でその時に言ったんで、俺一回持って帰って確認してもいいですかって。そう、うちのエージェントと結局押されて押されて、でサインしちゃって、本当はスペインの2部の方とか行きたかったんだけど、もう押されちゃって、そっちに行きたい可能性もあったってことだよね。そうそうね、でもスペイン2部なんか言ったらもうだって柴崎岳ですよ。そうそうそう。でじゃあまあデンマーク、デンマークではどうだった？デンマークは俺はマジでダメだった。あ、そうなんだ。何がダメかって、もう俺がいたチームがね、もうサッカーが違いすぎて、はいはいはい、あっちの人って体でかいんだよ。そうだね。チームメイト197センチ超えが6人ぐらいいるみたいな。ジャイアンと猪木が6人。猪木197だっけ？知らんけど。いやあんまその露出度高い男、でかい男で例えないでほしいわ。ああ。まだもそんな感じでしょ？ジャイアンと猪木だ。ババと混ざってた。もうなんやこれ。とりあえず197相当でかいなんで、契約して練習もせずにその次の日ぐらいに練習試合だったんだよね。わ、自分のポジションで出て、え、俺めっちゃやれてる、なんか普通にね、パスもさばき、守備もしっかりして、攻撃参加してみたいな手応えがあったんですね。手応えあったんだ俺の中でね。でハーフタイムに監督なんか困ってんなじゃないけど、そういう感じは受け取れたの。で、え、なんでと思ったら、もうとりあえずボール持ったらもうコーナーフラッグにめがけて蹴れじゃないけど、でサッカーの考え方が違いすぎて、それを本当に俺は知らないでそこに入っちゃって、それでその練習試合の後さ、エージェントに電話して、もうどこでもいいから別のチーム探してくれっていう。まあまあまあ、もう出れないと思ったからでしょ。そうそうそう。で俺の中で例えばここで出たとして、そういうスカウトの人とか見られた時に、こいつただスペースに蹴ってるだけのやつみたいな、思われて、じゃあ次何につながるのってその時思っちゃったのね。なんかサッカーの考え方が違いすぎて、それはもう俺が何も調べないでだったのがすごく悪かったけど、いいアドバイスですよね。いや本当に間違いない。みんなデンマークからドイツとかさ、イギリスのリーグとか行ったりさっていう人も結構いるから、もうそこだけにフォーカスして行っちゃったんだけど、それでも残りはしたんですか？いや、もうその時3年契約したんだけど、もう半年でもう出してくださいって。うわ、試合には出てたんですよ、その時3試合か4試合だった月で。そう、3年契約したんだけど、あの伊予君が基本的に入れるんだけど、その大輔が出たいって言ったらね、そのクラブとの合意で契約も、まあ、その後の給料とか全部発生しないけど切れるようになってて、合意解除みたいな感じで、でルーマニアに戻ったのね。そうそうそう。デンマークってさ、ユンカーとかそうだっけ？そうだね、デンマーク、ね、ユンカーデンマークね。ユンカーとあとショルツ、まあ、ショルツ、そうそう、ショルツとかユンカーがいたらいい。めちゃくちゃいい選手で、ルーマニアに戻ります。で、そこで何年やったの？2シーズンだね。2シーズンやってタイ行ったんだけど、いやもうこれさ、サッカー選手の決断の時じゃん。そうね。ヨーロッパの上でもなんかめっちゃもらえるわけじゃないじゃん。そう、ね、正直。そうね。そうね。ただレベルはクソ高い。ヨーロッパのトップトップで行けばめちゃくちゃ金もらえるけど、そう、結構いいリーグでも意外に給料が低かったりするんですよ。でもそこで経歴をつけると、アジアにまあまあなお金で入れる状況になって、ここで毎回選手はね、悩むっていうか決断の時、まだヨーロッパで上目指すのか、もう行っちゃうのか。その時は何歳だったの？25になる前だね。でも自分の中でも25まではまあチャレンジして、ここまでにたどり着かなかったら夢を変更じゃないけど、お金とかそういうのよりはそのアジアで ACL 出たいっていう俺の中の今の、そう、今もそれ追っかけてるんだけど。ていうかムアントンって聞いたことない。何それ？タイのチーム。ね、わかんない。マジ？
めっちゃ有名だよね。デセルかデセル出てる出てる。誰が？チャナティップはもう出てる。そうだ、ほら。チャナティップ選手。フロンターレにいるチャナティップ選手とか、そうそう、ティーラとか。ティーラと選手とかがいたチームに。そう、ティーラシンとか。はいはい。全部。で、ティーラス、ティーラス。スイフトもいたの？スイフトはいなくない？無理やりボケすぎじゃない？ごめんごめん。こういうチャレンジを褒めてくれる。まあまあまあ、かかのオーバーラップみたいなもんですから。そう、それだけだから。それで、それぐらいでっかいアジアのチーム。そんなん本当に日本からだったらね、もう J1 で代表歴ないといけないぐらいのチーム。あ、マジで？マジでね、本当にそうだね。なんでお前ムアントン知らないの？ムアントンみんなご存知ですか？ムアントン知らないけど、こんな攻められます？一回米食いますね。この外国人枠のルールっていうのがいろいろあって、どの国からでもいい選手が3人、3、アジア人が1だ。そこに結構あの日本代表の選手とか元韓国とかそこ入っていくんだけど、プラス ASEAN 枠1っていうのがあるの、うん、フィリピン、マレーシアとかシンガポールとか、だからベトナムとか、ね、でも ASEAN 枠だったらもう最強なわけよ。てかそれ ACL とかなかった？いやダメだったね、俺らは4位とか5位ぐらいで終わってるから。4位かな。ああ、そこで夢叶えられなかったんだね。そう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 。なるほどなるほど。で、結果その後インドネシアに行くんですけど、もうインドネシアの話はちょっと面白すぎて長くなりそうなんで、とりあえずそう、ここまでの話で、これは俺の意見なんだけど、大輔も納得すると多分思うんだけど、マジで日本のサッカーってレベル高いよね。いや、間違いないよ。で、上に行くのがマジで難しいと思う、うん、J1 とか特に、うん、自分がやれるとか、上手い選手が海外に挑戦したら、マジで大輔みたいにルーマニア1部、デンマーク1部とか行ける可能性があると俺は本当に思ってる。なるほど。いやね、だからレベルが高い分さ、なんかもったいない人多いよな。フットワークが重くてっていう人も結構いるよな。で、海外出てみてさ、もういろんな国の人ばっかじゃん、うん、どこから来たのみたいな、うん、で、ここでみんなやっぱフットワーク軽いじゃん。やっぱそのチャンスをつかみたいからさ、うん、日本はね、いろんなことにやっぱ縛られてるからさ、うん、難しいフットワーク重いとかそういうのはあるけど、もっとチャレンジしてもいいんじゃないかなって思う。そうだね、マジでそうだわ。絶対に。いや、ほんとそうだよ。評価軸っていうところ、日本だけじゃないよっていうところもそうだし、そうだね、それを知っても行動できない人とかもいる中で、一個ふと軽くしたらそこからもう反応が回りだし、言ってもさ、だっていつでも帰ってこれる場所あるじゃん。間違いない。日本なんかは特にさ、まあ、チャレンジしてみて、まあ、それがダメだったら普通に帰ってきてもさ、なんかまああるわけじゃない。何かしら働けますもんね。そう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 。で、大輔もその裏ユース俺と一緒に行ってトップに上がれなくて、でも結局やった場所っていうのは本当に浦レッズとかでやった選手とか J1 から行くところなのよ。デンマーク一部ってマジそうだ。間違いない、間違いない。こういう道もあるんですよ。だから海外の可能性って本当にすごいからね。なんか今見てくださってる方、高校生大学生だったら特に多分本当に直球で刺さると思うんだけど、小学生とかもね、プロっていうのが日本だけじゃないんだなって俺は本当に思ってほしいかな。そうだ、うん。とりあえずここまでが大学サッカー経歴、どういう経緯でヨーロッパ行ってアジア行ったかっていう感じだね。じゃあその今から次の多分回になるんですけど、インドネシアでの話になるんですけど、これはマジで面白いと思う。えぐいから。すごいよな。じゃあまあ今回はここまでっていう形で、次の動画でインドネシア編をお楽しみください。次回も絶対に見てくださいね。せーの、バイバーイ。